はいどうもー、チュンチュマベイビーケアでーす。2021年のね、やっぱマフラー問題ね、これ2つ、まあ要はこれだからキャンセラーってことですよね。モーターセンサーのキャンセラー、モーターセンサーの方でキャンセラー、税込み8800円でよかったら皆さん買い求めください。さて次チューニングがチューニング、あ、チューニングいいっすか。チューニング、ね、そう、あれ聞きたかったんですよ、社長。ダイレクトリングとね、マキシマス。マキシマス。そう、あるじゃないですか。はいはい、あれの違いって何なんですか。マキシマスは、機材がついて、パソコンあれば自分でできる。ああ、パソコンだけ自分でやったらできるんですか。できる。あの、ロギングも全部できる。そういう技術がある人だったら、マキシマスで。ただ、機材分だけ2万ちょっと高い。マキシマスがってことですか、うん、メーカーは同じテクノリサーチが。テクノリサーチが、はいはいはい、ダイレクトリンクはやっぱ、はい、あれはあくまでもあの機材ついてないから、はい、ただそのバイク用の鍵みたいなもんで、それがあれば何でもできるみたいな。その代わりは店まで来てもらわないけどね。ああ、うん、はいはい、誰かに名前で誰かにっていうか、その、まあ、代理店なりに頼まないといけない。そうそうそう、自分でやればなかなか難しいから。でマキシマスは自分でパソコンがあればできる。できる。知識があれば、ね、ちょっとあればできる。あ、簡単なもんではないけど。そう、だから全部モーター生産持ってきたら別に全部できるできるところですよね、はい、どっちでも。ちなみに書き換えのお値段ってどれくらいするんですか。6万8000円税別。これはどっちですか。ダイレクトリンク、ダイレクトリンク、ダイレクトリンクが6万8000円税別で、マキシマスが8万8000円、税別。はい、一回ね、とりあえずまあその機械買って一回チューニングしてもらいますやん。はい、で例えばまあその車種と年式と、はい、でマフラー、まあ、給排気を言ってもらったら、うん、書き換えてもらうじゃないですか。はい、で次ほんならもうまたマフラー変えたいと、はい、でマフラー変えました、はい、またやってくださいってなった場合、いくらでやってもらえるんですか。それはね、極端にもマフラーブロッと変わった場合は、はい、新しいデータ入れ直さなあかんから、はい、その時は2万。2万。例えばでもアイドリングもっと上げてとか下げて、はい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 、ちょっと見てという時はもうそれはもう大体3000円。3000円ぐらいで。ああ、そこはもう簡易的にやってもらって、うん、ちょっとアイドリングもうちょっとだけ下げたいとか、うん、また2、30回で下げたいとか。ああ、そんなんはもう3000円ぐらいでやってくれる。これはほらどっちでも一緒ってことですか。マキシマスでもダイレクトリングでも、一緒一緒一緒。どっちも一緒で、同じぐらいの値段で書き換えてればやってくれるだろうで。最初のやっぱ機械ですね。問題はちょっと高いのがやっぱりね。ほぼ 90% ダイレクトリンクな。ああ、そうなんですか。ええー、それなんでなんですか。自分ではまずしないもんね。あ、基本的にね、まあ、マキシマス買ったとしても、うん、あ、ほな社長的におすすめもダイレクトリンクなんですか。近所の人は住んで OK だけど、はい、そういう方 で、まあ、はい、ショップと長時でやる場合は、はい、今まであのコンピューターをうちまで送ってきたもので、はい、うちで書き換えして発送してたけど、はい、マキシマスすれば、はい、しなくていい。あ、もうマキシマスうちがデータ入れて送るから、あ、はいはい、このショップさんがそのデータを入れるだけ、マキシマス使って、あ、使って入れるだけ。だからまあもちろんうちでマキシマス買ってあの自分で入れることもできるよ。説明書も全部ついてあるから。はいはいはい。ああ、そうなんだ。ちょっとパソコンに詳しい、ちょっとバイクにちょっと詳しい人やったら、まあ別にできることないと思って。できるんだ。できるし、もう説明書通りだと思ったらデータは入るから。ああ、そうかそうか。うん、まあ、別にめちゃくちゃ詳しいじゃなくても別にいけるってことか。だからショップさんは多いですね。だからマキシマスはそういう意味では。ああ、そうですね。もうここで送らなくていいし。例えばあのそうやな、どっかのショップ行ってこうバーマキシマスバーッと潰したったら、はいはい、何年式車種で選んでいって、はい、あ、これ俺の車種やな、マフラー、バンスか、モーターステージか選んで、はい、自分でも持って帰ってできるって、そんな感じやね。そうない。すごい。めちゃくちゃすごいですね。めちゃくちゃ国的ですね。どうしてもこう再チューニングするときにまた車種代乗って10何万。はいはいはい、あれがこのネックじゃないですか。で預けて1週間とか、また取り行かなあかんとかも。ためにもうマフラー交換もうちょっとどうしようかな、もうやっぱなってなりますもんね。うち、ん、まあ、の本場あれやもん、あれはなんていうの、その30分でできるチューニング書いてますね、ホームページ。はい、うん、いっぱい。だからまあおすすめというか、近場の人は別に最初のデバイスの料金も安い、うん、ダイレクトリンクでもいいし。ただデータ化ってあのどういうかな、その辺の適当なデータじゃないからね。やっぱりうちもダイナマシンで、あ、はい、車種でマフラー、はい、年式車種マフラーを作ったデータを入れるわけやね。あ、はいはいはい、適当にこんな感じやろなじゃないですかね。まずもうそれで間違いない。乗したバイクと乗せる程度くれるのそんな差はない。そこまで差はない。ああ、まあ全然いいですね。まあ、あとはだからもうこの時間自分でデータをビビビって書き換えまくりたい人はそっち。マキシマス自分にちょっと触りたいとか、自分に触りたいやってみたいとか、大体でもやっぱり自分でも変えたいと、簡単にマキシマス、やりたいとか、こう知識あるのか、まあ、ないみたいなのもやめた方がいいと思う。ああ、そういったらもうダイレクトリンクが一番ベスト。
そこ気になるところなんですよ。やっぱりみんなチューニングしたいけどやっぱできないんですよ。お金も高いし、根性入れて一回やりましたと、はい、お金出してやりました。次やっぱりこれもうこのまま不安で買いたくなった、でもまた出さなあかんの、これが一番やっぱりネックなところなんで、やっぱそれをこう解決できるってなったらやっぱりモータースリーさんね、これね、これでちょっとチューニングの方もね、でもほんまにちょっと解決っちゃ解決ですよね。いい情報聞けましたね。いい情報聞けましたね。もうね、何年なのかな、チューニングやって2006年7年ぐらいから、はい、いい曲になったから13、4年なのかな、やってるから、ね、やってきたから、まあまあまあ、ほんまに社長の直接の意見なんでね、これが、うん、外してカプラ抜いて、はい、今から調整。おお、ここにつなぐ、ここつなぐ、ここつなぐ、あ、こっちにつなぐんですか、はい、あ、そっか、こっちつなぐ。ちなみに何でやりはるんですか。ダイレクトリンク。あ、ダイレクトリンクでここでつないで調整すると、はい、はい、調整ともデータ入れる、データを入れ込む、入れ込む で終わり、で終わり、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 こんだけ、終わり、おなげ、データ入れ込む時間ってどれぐらいなんですか。5分ぐらい。あ、5分ぐらいで、そんなにできるんですか。3分かな、3分で測ろう、測ろう、実際に入れ込んでもらいましょう、押しましょう、入れ込んでもらいましょう、ダイレクトリンク、ダイレクトリンク。電源をしてパソコンとこれつなげるわけ。はいはい、これ、これさっき USB、はい、あ、 USB のファイル、はい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 、このファイルのデータが今ここに、いや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 、データこの中に入ってる、パソコンとこのパイプをつなぐだけのデータはこのパソコンの中に入ってる、はい、でこれが車両情報かな。情報、ここっていうのは元からの入ってるデータですか。これがそうです、今入ってる、今入ってるデータで、こっちは書き換えるデータ、はい、あーは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 ー、はい、でももう一緒やけど、一緒やもうこのデータが入ってることやけどね。うん、測ろうか。あ、測りましょう、測りましょう、いくで、タイムウォッチ、はい、はい、スタート。すげえな、これで書き換えるんですか。15秒経過。でもまあここのデータっていうのがしっかりシャーシダイナモでちゃんと取ったデータを入れてるから、ほとんどシャーシダイナモでやったデータと変わらない、はい、同じ電子機、同じバイク、同じマフラー、まあ、多少の誤差あるかもしれないけど、でもまあ多少ですもんね、あるかもしれない。45秒で大体これがね、おー、でもこれ 20%、40% そう入ってるってこと。ほら3分もかからへんすやん、今1分やん、もう終わる。これでダイレクトリンクの開始会が1分30秒経過ない。お、これ。終わり。オッケー。はい、終わり。はい、じゃあ約45秒。1分45秒。で、開始会終了。はい。さあ、エンジンかけようか。エンジンかけてください。かけて。オッケー。はい、充電電圧、
これ。これ。今 13.8 ボルト。何分以上やったら OK ですか？何分ぐらい？13ぐらいあれば。13ぐらいあれば十分充電される。バッテリー単体で 12.7 なんで。12.7。これ逆にそれ以上あれば充電はされると。だから今700見てこのこんな感じですよ。ああはいはい。この前ね十分やね。まあまあ十分かまあね。まあギリギリが言ってるよ。アイドリングでこれだったら。マキシマス。あ、この機械が送られてくるわけですね。買ったらまずね。これ先ほど繋いでたやつですよ。のマキシマスは。ええー。これもチューニングなしでできないから。はあ。あと色でもできるから。故障診断とかも色でもできる。なるほど。ああ。まあまあ別にあれもいるけど。ああ、うん。でこっちがマキシマス。さらにこう自分で個人でできるやつはこれってことですね。まあそういうことか。そういうことですか。今度色ギャルやったらこれを。はい。差し込む。線が合うんですか、ね、合うんですか、ね、でこれで見る大きいよ。あでできる。これを本体の隙間に差し込んでちょっと常時接続しよう。もう書き換えたらもう。書き換えの時だけに使うんですね。はいはいはい。これはもうだから。これは書き換えたような。そうそう。これはもう本当にもう、はいこれ、まあ、次までやるときに持ってきてねって言うて。ああはいはい。要はパソコンにこう、USB とか差し込んで。あくまでもキー。鍵です。そう、鍵だね。鍵か。ID タグみたいな。ああ、そういうことか。だからこれを PC に差し込む、でこれ取ってこれで接続する、でこれで一体化になるってことですね。これをコンピューターに差し込むから、はい、うん、ああノーマルデータもうちのパソコンにも入ってあるし、はい、ディーラーさんにも全部ノーマルデータあるから、ノーマルデータどこでもすぐもう、ああすぐもう出るんですね。ああそういうことか。ほなこの USB はキーやね、うん、もうつなぐものや、つなぐものや。あだからここにも書いてあるわ、これ USB キー付属って書いてある。そうそうそう。だからこれはもう鍵だけの問題ってことや、うん、ソフトウェアだけではダメよ。そういうことや。オーナーさんそれぞれにこれを準備してください。そういうことや。あ、そっかそっか、まあ、ソフトコピー更新のあれもあるし、だからまあマキシマスをこれを買ったら自分で PC でもつないで自分でもできますよっていう話ですね。でもそれはやっぱある程度やっぱりちょっと知識ないと無理やわ、ね、普通に考えて。あんまりやるのは大変やな結構、うん、それは普通ちょっと知識、ちょっとてかある程度知識ないと難しいわ。 それやったらもうダイレクトリンクを買ってショップさんにお任せした方がまだもう話早いですね、うんうん、そっちはいいね。書き換えとかちょっとアイドリング下げるだけやったらそこまでまだ料金取られないから、そういうことです。なるほどなるほど。あ、めちゃくちゃ理解できた。やっぱ実際見ると違うね、やっぱね。そうですね。やっぱ実際見してもらうと全然違うわ、うん、これでもむちゃくちゃ理解できた。うん、なかなか聞けないしね、皆さんがもっとね、理解できたら。そう、理解できたら、うんうん、結局どういうことってみんな思ってるんで、よく意味わかんないんですよね。まだこれでよくわかった。そうですね。だから質問もなんかちぐはぐなるしね。ちぐはぐなるわね、それ。そういうことですよ。あー、ね、勉強になった。これでも、ダイレクトリンクの方が話早いか。でも自分でこんなんやるの好きって言う人はいいですよね。そうやね、いてるね。何でも自分でやりたかった人いるじゃないですか。うん、そういう人はいい。うん、そんな形で今日はモデル生産にチューニングダイレクトリンクとマキシマスのやり方というか、まあ、高温なんですよっていうのをね詳しく教えていただきました。おぎりエリさん、またよろしく。また、はい、おぎりの、はい、おぎりの、おぎり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 、